北朝鮮の東暗さとミサイル発射場衛星発射場周辺で施設改善用と推定される低い水準の動きが捉えられたと、米国の北朝鮮専門メディア38ノースが16日報道した。ただし、エンジン実験台や発射台などの施設では3月8日以降、新たな活動は観測されていないと伝えた。38ノースは、 サル10日までデジタルグローブが撮影した東倉里再開衛星発射場の衛星写真を分析した結果、水平組立て建物と遠隔観測施設では施設改善の一環とみられる低水準の活動が観測されたと伝えた。